10の質問をしてみた前回は正義の質問をやったね。で今回はタツキとでしっかり募集しておりますので、10問タツキに質問していきたいと思います。ジャブ程度の質問からまずいきますか。はい、はい、1問目、無人島に3つ持ってきたら何を持ってきますか。出た、いらなくね。出た、無人島。本当に気になってますか。ウルトラマジで答えよう。そしたらウルトラマジで答えるじゃん。ウルトラマジ、サバイバルナイフ、方位磁石、あと火起こすなんかこう石、あ、石でいいの。石で火起こせるやつなんだよ、サバイバルナイフでピッてやったら。あ、そうなの。あるあるある。ガスバーナーとかは持ってかないと。持ってかない、燃料限界だから。あ、まあ確かにね。マジだね。そうなの。何その、すごいマジ。今後ちゃんとダイエットされますか。なるほどね。そういうことないから。え、いや、してないよ。いや、してないけど。でも3日はするの、言ってから3日はするのよ。なんで、なんでやめちゃうの。なんか続ける必要性がわからなくなる。やってる時に。そう、自分ででもね、太りたくないと言ってて。太りたくないね。なんかあんま、あ、努力してない人間なんだって思われるやん。でももう思われてもいいかなって。別に崩壊してる。いろいろと崩壊してる。今までの人生の中での黒歴史を教えてください。黒歴史、やっときました。クズ王時代話しましょうか。おお、もういいわ、じゃあ話しますわ。なんか腹くぐった。僕専門1年生入学したてで、なんか知んないけど女遊びが一気にスイッチが入った時なんですよ。あ、そのタイミング。専門1年生で、で、まあ入学して3日目に告られて、付き合って何も知らねえのに付き合って、そっからなんか始まって、その4月か、4月から6月の間に俺10人と付き合ったのね。えしかも1日も途切れないの。なんでかっていうと、次の女の子を注目してから付き合うっていう。メンバーの第一印象それぞれ教えてください。第一印象、正義と初めて会ったの多分20歳とか、21とかその辺でカラオケ屋さんで会ったんだよね。一人でぶち上がってて。だから第一印象はやべえやつ。マジそれ、もう本当にそれやべえやつ。絶対違う。いやいや、やべえやつ。まあまあ本当のこと言うなら絶対気合うなっていう。そういうことよ。同じ温度感。無理にやばくしない。でもやべえやつだよ普通に。あ、じゃあ何、じゃあ最初じゃん、カラオケ誘ってそれが初なんだ。そうだね。あ、そうなんだ。それが初めて知った。そっからもう3、4年週4で会ってました。そうだ、それそんぐらいで会ってた。俺と正義でタトルペイのライブ行って、で、その時はもう正義とタツキが仲良くて、で、こう絡んでる時になんか、あ、はじめましてみたいな記憶はある。めっちゃはじめまして。じゃあ分かった、第一印象、じゃあ分かった、どうでもいいやつ。マジでそうだ、多分そうだと。大輝は多分試されてる感があった。試されてる感、なんかあいつって多分もともと根っからの陽キャって見てわかるじゃん。だから多分同じ感じだから、なんか派閥じゃないけどさ、ギクシャクしてた最初。そうなんだ、それは知らなかった。結構入り込みづらかった最初は。そうなんだ。でもね、なんなんだ、ちょのってんなって感じ。ちょのってんだ。ちょのってる、ちょの、調子乗ってる、ちょのってんなって感じ。どうもない。ぶっちゃけ仲良くなるとも思ってなかったし。まあそうだね、第一印象はまあどうでもよかったです。だからまあ一緒。そうだね、一緒でした。翔平はね、もう俺好きだった、動画見てたから。はいはいはい、動画入りだから俺もう翔平のなんならちょっとプチファンだったから。はいはいはい。なんかだけど会ったら意外と動画以上になんか無理して喋ってくる感じがあった最初。ああ、助けくんすねみたいな、この超なんかテンションでいつものね。そう、俺今有名人っすけどみたいな感じがあって、ちょっと面倒くせえやつ。今まで行った出張ホラーナイトで一番怖かったところ。薬師堂の巻。これずっと言ってる俺。確かに言ってるかも。ずっと言ってる。ね、めっちゃ声聞こえるって俺超言ってたの。ああ、言ってた、言ってた、言ってた。そうで、あそこだけ唯一俺入れないって言ったの。ああ、マジで無理って。いや、マジで無理だった。なんか両脇からすっげえガヤガヤ聞こえるのよ。はいはいはい。で、なんかみんな聞こえてない声もあったのよ。
で、今聞こえてるでしょっつって聞こえてないって言ってるのに俺めっちゃ聞こえてたなずっと騒がしかったのあそこ俺しんそこマジでやばいってなった終わるんだなみたいな覚悟したもんちょっとまあ確かに、うん、序盤から雲の巣引っかかってたあそうだメンバーをディズニーキャラに例えるならどう分けますか俺の少ないキャラクターから選ぶのねなかなか難しそうだし、ね、まあ正義はもうね前回の動画でも言いましたけど、はいはいはい、ニックです。はいはい、はい。いや、そう、言ってたね。これは完璧。いや、言ってた。もうね、見てる時から、ズートピア見てる時から、あ、正義だわって思う。ニックよくわかんないから、理由を教えてほしい。なんかね、普段はマジおちゃらけてんのよ。はいはい、てかもう、やかましいぐらいうるせえな。はいはいはい。けど、すっげえ情に熱いんだよな。情に熱い。急にな、めっちゃ仲間のためなら、てめえなんだ、この野郎、みたいな、この勢いがあんのよ。そうだね、ニックね。な、こう、悪い、羊だっけ、うん、羊が悪いんだよな。そう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 、うん、もうあれにもね、もう果敢に取り組んでね。なんでこんな詳しいの。いや、もうズートピア俺普通に大好きだから。ズートピア面白い。子供のためにね、アイス買うのにずっと待っててね。はい、もう外から追い出されてね。警察がこう手伝いして買わせてあげてね。ズートピア見るわ、一旦ずっと見た方がいいよ。見直すぎる。熱いっすよね。自分が思うところ弱いところ弱いところですね弱点ですよね、うん、弱点食べ物の誘惑にはまあ負けるかなあーまあそういうことないよな特に正義のねなんか正義を食ってるやつ食ってやろうかってな食ってやろうかだってよく言わない俺なんか一応唐揚げ君も食うからとか言って仕事を辞めて YouTuber になって一番変わったことまあ昼夜逆転思いっきりしたね、うん、そこはまず1位なのよ、うん、はいはいはい、はい、俺本当に超朝方人間だったから、うん、まあそうだよね、うん、と飲みに行く回数がバカ減ったああ時間が合わないからねあ、はい、一番俺の中で変わったのが俺嫌な仕事するようになった嫌な仕事はい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 俺もともと座って仕事するの大っ嫌いだったの、はい、はいはいはいできない、それできない人間だったのうんそれがもうできる普通にできるようになった当たり前になってできるようになったあー今までは絶対自分がもうこれ嫌だなとか苦手だなって思ったら絶対やらなかったのなるほどね、はい、上に言われようが絶対やらなかった、うん、それをやれるようになった普通にあーちょっとなんかいやいややるとかじゃなくてもうや普通にやるようになったうーんこれなんか熱いねあー YouTube への思いがそうだし、うん、最初めっちゃパソコン下手だったもんねめっちゃ触ったことなかったのまさか一切できないですもんね触れたことなかったこうやってタイピングしたそうそうそう最初マジでそうマジで遅かったこれ打つのが遅すぎてで1ヶ月後に恭平より編集早くなった姿勢早っ凝った編集とかは彼の方が全然うまいけどねやっぱりああまあそうだね、うん、人生で幸せだったエピソード一番幸せだったエピソード教えてくださいさっきも言った半年で専門辞めたわけですようん、はいはい、でパチンコ屋さんと焼肉屋でバイトしてて、はい、将来どうすんだ俺と、うん、まあ何も当てもないし俺何やんのかなと思ってた時に焼肉屋で働いてて、うん、その前働いてた時の社長が来てたんでね、うん、焼肉屋にあでこういろいろ喋っててそれで引き抜かれたのね俺はいはいはい、はい、でそのまだチンチクリンの19歳が26まで5までか、うんをずっと仕事やれててあ俺恵まれてんなと思ったことあるね、うん、一番俺の中で人生でやばいなと思ったのはその時期で仕事資格もないし結構真剣に悩んだって結構ガチで俺このままどうすんだをずっと続けながらで何すんだってなった時にたまたまその社長がいて、うん、で一人社長だったのね社員もいなくてあ、はい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 、だから自然とナンバー2になれてでバーって社員も下の子いっぱいそれからついて俺終わったなって思ったのむしろそうなんだけどシンプルにまず引き察知能力が高いあ早かったね早いそもそもそれが早いとあかなあそういうの聞くと意外となんかね人情に熱いよねまあそうだね知りがたいと、うん、人に言ってる場合じゃないですよあなたも人情が大事でもその人は多分親の次にマジで大事うん、そんなに信頼関係できてるのに、うん、よく引っこ抜いてやるすごい俺もずっと思ってそんな熱いのにいや本当っすよよりだからその覚悟でやっぱやってるからこんなに仕事できるってことです皆さんまあそうですね最後の質問
今後の夢を教えてください。いよいよアナザースカイ、いよいよアナザースカイ今から始まってます、アナザースカイ始まってます。夢ね、金持ちになることですねメイクマネーですかメイクマネーですか。いや、このあの後のきついな、ちょっと明確なのが1個あるんです。おお、これはね、誰にも言ってないし心配されちゃうと思うから俺言わないんだけど、はいはい、お俺40歳までに自分で作業することを一切しなくする。おお、自分で作業は一切しないっていうのは、いいと思う、いいと思う。だから俺と一緒だよね。そうだね、まあ、俺のことちょっと違うけど、作業ってだから何で、まあ誰でもできるようなやつよね、要は。あ、本当にだから責任ポジションに行くってことでしょ。そうそうそう、もう今で言ったら編集はしないみたいな感じ。うん、ただの演者って感じだよね、うん、そうだね、うん、分かりやすく言えばね、うん、それ達成しなかったら俺人生負けたなって思う。へえ、俺の中でね、多分普通に一般的には先言ってくださいよそれめちゃめちゃ重要やんいや一般的には負けじゃないんで、絶対だって絶対負けじゃない、一生懸命みんな作業なんだから、うん、動かしたいんだよ。そういうことになるね、結果だから。結論的には最終的になんか金持ちですよまあこういうとこあるね、助けね、うん、いやいや、なんかちょっと好感度考えて上での金持ちだと、そうだよ、別に浅い金持ちじゃないですよ、うん、別になんか勉強しました勉強しましたなんか僕も焦って言われたらちょっとそのルートに向かってちょっとそっちも考えて動かないとなって。ああ、そうだね、そうなっちゃうっすよねそうなっちゃうっすよね焦っていいことないからあんまり言う必要もないけどさ、まだね若いから35でそれやりましょう。うん、5までやりましょう。まあそうだね、う そこ目標だといかないっていう。お前はもう一生編集しとけ。えお前一生編集しとけ。お前作業ね、俺作業俺作業俺の指示でテロップやる次回が俺になるのか。あなたですね、はい、で、ターボは募集します。あ、じゃあタオさん、俺が募集するね、うん、はい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 、好きなうんこは何ですかって、それは募集じゃない、もう決めてるんですよ募集じゃないこの動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、そして通知登録もよろしくお願いします。お願いします、お願いします。それでは次の質問からでお会いしましょう。バイバイバイ。